前場収まりましたスタートしました2番の佐藤のウィザード後方からになりましたエントシャイデンも後方ですさあ内から1番大イワキャグに先手を取りましたトリプルエースが2番手ですエメラルファイト3番手そして空手が内4番手内から上がっていきました5番のトラインですあとは中段の前にはバンドギャルドがつけています内には湘南ライズ西野デイジーが行ってあと外を回って 16番、里のインプレッサーこれから3コーナーあとは11番のシャドー・リーバー第3コーナーをカーブしていきますさらにはカテドラルそ,そして14番、エント・シャイレン34コーナー中間へ 1000m を通過しました後ろから4番手は3番のロード・マイウェイです。あと後方は 2番のサトノウィザードトノアーサー最高峰6番プロディガルさん3 4コーナー中間を通過先頭は1番ダイワキャグニーですフリードが半シンぴったりと2番手トリプルエース外からは15番エメラルファイト第4コーナーをカーブ600を通過内をついている5番のトラインです4コーナーカーブから直線へさあ並んできましたわずかに先頭は1番のダイワキャグニーですがエメラルファイトエメラルファイトこの間には12番のトリプルエースです 400は通過しましたあとはバンドギャルドバンドギャルド追い込んできた内をついているのは5番のトラインの体勢です外からはシャドウリーバシャドウリーバあるいは4番カテドラル 200m を通過したカテドラルかカテドラル間からは10番の空手空手カテドラル空手カテドラル空手か空手かゴールイ空手のようですガッツポーズを見せています